まってペロンって取れるのね。綺麗に剥がしていくことができます。プルンって抜けるの。プルン、殻がね、ほら一瞬で剥けるの。そうするとね、こうやってピロンって剥がれるんですよ。これがね、すごい簡単。はい、皆様こんにちは。家族収納の赤くゆりです。先日は家事の裏技の生活編ということで、まあ、何種類かご紹介をしていきました。もうすぐに試せるような生活に役立つアイデアをたくさんご紹介していきました。で、今日は生活編の続きみたいな、ね、形でキッチン編っていうのをご紹介していきたいと思います。それではスタート。家族収納チャンネル。最初にご紹介するのが、お魚をね、焼いた後にこのね、天板のところ洗うのってすごい大変じゃないですか。で、このお魚焼いた後のお掃除を楽にする裏技です。これね、用意してもらうのは 300ml のお水と、あとは片栗粉を用意してください。これだけで、これをですね、お魚を焼く前にお水って入れますよね。で、このお水をまずね、バーっと入れますよ。お水を入れる、まあ、いつも入れてるお水の中に片栗粉を混ぜるだけで、この量が結構大事で、大さじをね、大体ね、3倍ぐらい。そう、ちょっと少なすぎたりするとダメなんだけど、大体3倍ぐらいちょっと入れてもらうといい。これね、最終的にどうなるかっていうと、この片栗粉が熱をバーッとこう浴びてくると最終的に固まるのね。だから油とかをなんか吸収してくれてペロンって取れるのね。で、これ今ちょっと混ぜてるこんな感じね、適当にね、混ぜとく。で、このままお魚焼くだけ。お魚焼いた後とかでもいいけど、こういう感じで。気になる人はね、お魚焼いた後でもいいかもしれないけど、ね、やっぱり油がね、すごいことになっちゃうでしょ。ちょっと網をね、で、300だと多い方とかだったら200にして、大さじ2とかにしてもらってもいいですよ。で、ちょっと今ね、火つけて、また後でどんな風になるか見てみたいと思います。はい、次にご紹介していくのは、ゆで卵を一瞬で剥く方法、とっても簡単な方法をご紹介していきます。まずね、あらかじめゆで卵を作っておきました。そして用意していくのが、これ今回はホーローのね、ものをちょっとご用意したんですけど、保存容器ね、こういったものが別にない方とかはコップとかでもいいです。そういったとこにちょっと水を張っていきます。水張っております。こぼれちゃうからあんま見せれないけど、こんな感じでね。はい、で、この中にゆで卵を入れていきます。まあ、なんでこのね、包容にしたかっていうと、ちょっとね、蓋をしたいんですよ。なぜならですね、この蓋をした状態でちょっとカタカタカタっとたくさん振りたいと思います。で、これ振っていくと割れるんですけど、ちょっと頑張ってやってみますね。いきます。これちゃんと閉じないと水が漏れてきちゃうね。いけたかな？いけたかな？よし、これでやるかな。でしょ？プルンって抜けるの。ほら、プルン、プルン、ほらすごいでしょ？殻がね、ほら一瞬で抜けるの。だから、朝ごはん作る時とか、ね、そういったお弁当作りの時とかでも一瞬でできるから、2、3個とかぐらいババって一緒に一気にガーって振ると、こういうゆで卵がプルンと抜けますので、ぜひやってみてください。はい、最後にご紹介するのが、こちらのささみの筋を簡単に取る裏技です。で、こちらはですね、ちょっとこのピーラーを使っていきます。普通はね、この筋のところ取るのに包丁で、まあ、両端をこうクックッと繊維入れて、まあ、ビーッと取っていくんだけども、やっぱそれだとすごく面倒じゃないですか。で、もっとね、簡単に取れるのがこれね。で、これを、筋のところに挟んでいきます。そしてピーラーにこうやって挟んだら、これを、ひっくり返して一気に筋のところを引っ張っていきます。ぐーっと下に引っ張っていくよ。そうするとね、でピロンって剥がれるんですよ。これがね、すごい簡単。もう一回やってみるよ。もう一つはね、ちょっとこちらの方にももう一個あるのでやってみます。で、これを
同じようにささみをこの筋のところこうやって引っ掛けます。見えるかな。引っ掛けてこのね筋のところをちょっと出しとくんですよ。で、あの上向きでも大丈夫、このままズルズルズルっとなんかね引っ張っていく感じ。そうするとこれからこうやってやると筋が綺麗にシュッシュッと取れるのね。まあこれやってもらうと筋入れて包丁でやるよりもピーッと引っ張るだけで取れていくのですごく簡単にできる方法なので、あの家事の時にやってみてください。まあ、これ冷めてくると固まってくるので、まあ、これをこのように綺麗に剥がしていくことができます。これだとね、油も全部きれいに吸収してくれるので、あの仕上がりもね、きれいで、このまままた洗っていくと、きれいに取れます。すごくピカピカです。はい、今日は家事の裏技のキッチン編ということでご紹介していきましたけど、いかがでしたか？まあ、こういったね、知識っていうのは知ってるだけでも、すごく楽になったり時短になったりするので、まあ、すぐに試せるものばかりを、ご紹介していきましたので、ぜひ今日からでも明日からでもやってみてください。今日の動画が良かったよという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。